今年50回目の節目を迎えた香川県ボディービル選手権大会です。17歳から83歳までの男女およそ100人が出場しました。ボディービルは筋肉の量や美しさ、上半身と下半身のバランス、ポーズの表現力などを審査します。サーフパンツを着用して逆三角形の上半身を審査するメンズフィジーク、女性の筋肉の曲線的な美しさを審査するビキニフィットネスという種目もあります。そしてボディービルの醍醐味は観客席から選手を激励する掛け声です。41番いい笑顔、41番が一番いい、41番が間違ってるよ。出場者は次々とポーズを決めて声援に応えていました。今日の大会の上位入賞者は秋に開かれる全国大会に出場します。